NHK が受信料を見たい人だけの月額制にしない理由は何なんでしょうか。見たい人だけにするとみんながお金払わなくなって NHK が潰れるからです。集金の人ってそんな毎週来るの？僕昔アパートに住んでた時に1回しか来なかったですけどね。NHK ですけどお金払ってくださいって言われて、お金ないですで払いたいのは山々なんで、お金貸してくれませんかって言ったら二度と来なかったですね。貸してくれれば払う気満々だったんですけどね。残念。 NHK 月1くらい、あ、結構来るんだ。結局ね、取りやすそうな人のところに行くんだと思うんですよね。集金の人って別に NHK のその正式なスタッフではなくて、単なる属宅のその契約を受けてる営業スタッフなので、お金取りやすい人のところに行くんだと思うんですよ。で、多分ね、毎週行くってことは、押したら払いそうって思われてるんだと思うんですよね。なので、基本的にそのね、話が通じそうって思われてるっていうのは、ただそれはデメリットなので、話通じなそうっていうその、空気感とかオーラとかっていうのを出した方がいいと思いますよ。だからそのお金ないって言った時、僕家の中で半裸でしたからね。 NHK 聴衆院のひろゆきさんと NHK 未納のひろゆきさんが戦ったらどちらが勝ちますか。 NHK 未納のひろゆきさんが勝つんじゃないですかね。結局その家にテレビがある照明を NHK 聴衆院の人がしなきゃいけないんですよ。家に勝手に入り込むことができないので、昔はプラバラアンテナみたいなのをそのベランダにつけて衛星のアンテナついてるじゃないかっていうことでその NHK の人が勝つっていうパターンがあったんですけど、今そのパラボラつけてない場合ってテレビ持ってる照明が難しいので、僕は NHK 払わない方が強いんじゃないかなと思いますけども。ひろゆきが NHK の訪問して契約を取る人だったらどうやって契約させますか。めちゃくちゃ面倒くさい人っていう戦略を取りますね。要はそのこの人と契約した方が楽だよねっていう状態まで持ち込めばいいので、要は毎日なんか夜9時ギリギリとか朝出勤前とか忙しい時間とかに入り口の前にずっといるとか、そういう嫌がらせをすると思います。春から一人暮らしなんですが、テレビっていりますか。僕はゲームとかあと映画を見たりするのでテレビは必要派なんですけど、テレビ番組を見るんだったら必要ないかもしれないですね。正しい人だと NHK にお金払っちゃったりするので、 NHK にお金払うぐらいだったら別にテレビいらないよねっていうのも考え方としてあると思います。NHK 払いたくないんですけどしつこく来ます。どんな断り方がいいですか。ひろゆきさん日本にいた時払ってましたか。僕自分で NHK 払ったことないですね。お金ないっすって言って、じゃあ NHK 払いたいんでお金貸してくださいって言ったら、お金貸してくれないっていう人しか僕会ったことないので、なんでお金貸してくださいって言うと結構払えって言われないですね。なのでお金ないって言うと大体なんとかなっちゃいますね。よくないんですけどね。はい、NHK 本当に見てるんだったら払った方がいいと思いますよ。はい。数年後に NHK のスクランブル化実現できるでしょうか。できません。立花隆さんの今後はかなりイバルの道になりそうでありますが、スクランブル化に同意な人多いはずです。全然イバルの道じゃないんじゃない。スクランブル化しない方が立花さんはずっとポジションを維持できますよ。今立花さんってスクランブル化したら辞めるって言っちゃってるわけじゃないですか。そうするとその、いや今って戦ってる立花さん参議院議員なんだけど、スクランブル化しちゃうともう選挙出なくていいっすよね立花さんっていうことになって、要は政治家辞めたらあの人何で食ってくのっていうので、多分 YouTuber になっちゃうんですよ。で YouTuber として行くより参議院議員でやってる方が社会的なステータスだったり収入とかもそれなりにあると思うので、なので NHK がスクランブル化しない方が立花さんは幸せなんじゃないかなと思います。はい。NHK はなくなった方がいいと思いますか。ある程度は NHK 教育は僕はあった方がいいと思うんですよ。なので総合に関してはもう見たい人だけ見るっていうので民間のそのワウワウと同じようにして NHK 教育だけ残すっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけども、教育が一番いらん。NHK 教育って面白くないでしょ。でそんなに多くの人は見ないでしょ。だからいらないってなっちゃうんだけど、ただその教育って子供にとってはすごく重要で、おっさんにはもういらないと思うんだけど、なのでその税金とかでちゃんと教育って維持しないと子供って勉強したくないわけじゃん。なので勉強するその状況だったり環境っていうのがどんどん減ってっちゃうので、なので NHK 教育だったり学校とかっていうのは無償にしてちゃんと教育を受けさせた方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい。
高校講座もあるよ。 NHK 教育は文化資本の格差是正。そうなんですよね。田舎になるとその図書館すらないですっていう人も結構いるんですよ。大都会東京都北区赤羽とかに住んでると図書館とかそこら中にあって当たり前だよね。で読みたい本とか図書館行けばタダで借りれるんだけど、田舎に行くとそういうものがなくて、自分の身の回りではない難しいことを知ろうとすると本当に NHK 教育しかないっていう人はいるんですよ。放送大学とかね。なのでそこら辺は重要なんじゃないかなと僕は思ってます。はい。最高裁がワンセグでも受信料謝礼が必要という判決を出しました。西村さんはどう思いますか？うん、ワンセグの携帯売れないよね。あのね、日本の裁判所って基本的には法律に従って判断をするので、法律が間違ってた場合は最高裁も間違えるんですよ。例えば皆さん iPhone 買うじゃないですか。で iPhone 売れてもアメリカの Apple っていう会社が儲かってよかったねって話なんですよ。ワンセグって基本的には日本にしかないものなので、まあ、正確に言うとブラジルも同じシステムを使ってるんですけど、国の方ね。ただその、ブラジルに日本の携帯売れないので、ワンセグ携帯って日本のメーカーが日本人のためにだけ作ってるものなんですよ。ほんで、ワンセグ携帯を持ってるだけで、毎月毎月 NHK にお金払わなきゃいけないってなると、もうワンセグ携帯を買うような日本人いなくなるんですよ。そうすると日本人のために携帯電話を作ってるメーカーは売り上げが下がって日本人のための携帯を作らなくなるんですよ。でそうすると Android の携帯を売ってる韓国だったり中国のハーウェイだったり Apple のアメリカの携帯っていうので外国の会社の携帯電話の売り上げに全部行くんですよ。なので日本人が作る日本人のための携帯電話っていう市場を完全にぶっ潰すんですよ。なので長期的に考えたら僕はそれは間違ってると思うんですよ。だって日本人が買うものを日本人の会社が作ってぐるぐる回した方がいいじゃん。そのサムソンの携帯買って韓国にお金払ったりさ、ファーウェイ買って中国にお金払ったり、アップルの金買ってお金払ってもしょうがないじゃん。でも最高裁のは法律上に従って判断するしかないからそういうことになったので、日本人って本当にこうお互いに足を引っ張って潰れていくんだなっていう感じで見てます。はい、皆さん頑張ってください。こんにちは。来年から NHK でディレクターをやる大学生です。私自身は災害報道や視聴率に縛られない番組制作と存在意義があると考えて内定を受けました。一方でインターネット上で批判的な意見もよく見します。ひろゆきさんの目線で NHK の存在の是非についてご意見いただけないでしょうか。よろしくお願いします。僕、イギリスの BBC 大好きなんですよね。そのイギリスの国立放送なんですけど、ディスカバリーチャンネルっていうチャンネルが割と好きで、日本にいる頃は結構見てたんですけど、国営で金もあるので、その技術的なものだったり、動物の生態をひたすら追ってますみたいな番組だったり、あと金かけていろんなものを爆破させますみたいな、ひたすら爆破させる番組とか、いろんなその野生のジャングルとか行ってうんこ食いますみたいなおかしな人とかの番組とか、多少狂った番組とかもあるんですけど、とはいえディスカバリーチャンネルめちゃめちゃ面白いんですよ。で、あれがなんでできるのかっていうと、BBC がまあある程度安定した基盤があって、そこから金が湧くっていうのがあるんですよね。NHK も割とそういうのがあって、たまに NHK めちゃめちゃ面白い番組作るんですよ。脅威の小宇宙人体とか、あとシルクロードっていうのとか、まあ80年代昔のですけど、今 DVD とかもあると思うんですけど、すげえお金かけて結構いいドキュメンタリーを撮ってたりする番組があるんですよ。で、今でもクローズアップ現代とか、今の話なんで、5年前のクローズアップ現代とかって見てもそんなには面白くないんですけど、ただそのちゃんとお金使ってたまに面白いことやってたりするので、で、そっちの方向を伸ばすのであれば僕はありだと思うんですよね。あ、ベアグリルスですね。はい。なので、NHK 教育テレビってやっぱり、その子供たちが見るには役に立つので、で、僕はワイドショー大っ嫌いだったんですよね。子供の頃というか、中学、高校ぐらいまで。芸能人あんまり知らないのと、困ってる芸能人の家に行って、マイク突きつけて質問するとか、で、芸能人ならまだしも、なんか芸能人の家族の家に行って、インターホンにマイク突きつけていろいろ聞くとか、他人を困らせてる状況を見るというのが、何が面白いか全然わかんなくて、なんで僕家にいる時のテレビって、だいたい NHK 教育テレビ見したんですよ。エヴァンゲリオンが流行ってる頃に、所ジョージさんが声優をやってるアレフっていう番組僕見てたんですよ。アレフが終わるのが、なんか5時15分とか25分とか中途半端な時間で終わって、で、そこで終わってから、まあ、なんかニュースとかなんかよくわかんない番組でそんなに興味ないのがやるから、じゃあテレビ東京のアニメを見ようっていう感じで、で、その当時なんかガオガイガーとか、なんかそんなやつなんですけど、で、その中でたまたまアレフが終わった後に見たのが、アルフね、ごめん、アルフ。アレフは宗教の方だ、ごめん。アルフっていう宇宙人の犬のアメリカのコメディの番組があって、それを所ジョージさんが声優やってたら小松秀夫さんが出たりとかしたんですけど、で、たまたまテレビ東京にした時にやってたのがエヴァンゲリオンで、で、そのエヴァンゲリオンをたまたま見た時に、
たまたま見たシーンが、エヴァンゲリオンがその相手の使徒を食べてるシーンだったんですよ。その時間のテレビ東京のアニメって、学園もので学校のなんかあの40人のクラスでロボットを動かして、なんかあの悪いものを倒すみたいな、まあ子供向けだったんですけど、たまたま見たアニメで、よくわからない生き物をわしわし食ってる変な生き物がいて、コントロールするはずのパイロットの少年がめっちゃ困ってるみたいなシーンが、僕一番最初に見たエヴァンゲリオンなんですよ。あ、これ超面白いと思って見始めて、エヴァンゲリオンって面白いんじゃねっていうので、その高校時代の友達にこれ面白いよねみたいな話をして、割と僕らの間でエヴァンゲリオンめちゃめちゃ流行ったっていうのがあるんですけど、はい、超どうでもいい話で広げました、すいません。